ある方はいかがでしょうか。ではではですね、お待ちかねの人に会話賞の時間がやっとやってまいりました。イエーイ私もね、そこに座ってビールを飲みながら見たいと思います。はい、ではこの方をお呼びしないとね、南雲和則さん。どっちがいい？こっちがいい？こっちがいい？はい。じゃあ改めまして、皆さんこんばんは。はい、いっぱいね、いっぱい来てくれて嬉しいですね。もうね、客席が暗くてよく見えないんですけど、おそらく2階席までいっぱいだったんです。そうですね。この辺1階席です。アリーナ、2階、3階、はい、素晴らしいですね。すごいね、6万人だと思います。すごい、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。ラブラブ埼玉祭り、はい、お祭りですよ。昨日が埼玉県民の日、はい、ひのちゃんも埼玉に住んでます。そうです。昨日は埼玉の人がみんなお休みなので、東京ディズニーランドに行ったので、ね、まあ、埼玉にも他に行くべきとかあると思うんですけどね。埼玉にいいことって何かありますか？埼玉にいいことですか、はい、あのね、こう都会的なところというか、こう結構あの、ね、都会的な、その人みたいな、なぜかさ、その人です。あの、すごい都会なんですよね。都会なんだけど、うん、ちょっとのどかなところも場所もあるという。なるほど、気取ってないんですね。気取ってないですね。庶民的。庶民的な、はい、庶民的な華やかさ。埼玉県の人は自分が、あの、都民だと思う気分もある。誇りを持ってないじゃないですか。誇りを持ってるんだけど、はい、なんかこう都民の優越感もありありますよね。あの、例えば京都とか大阪観光に行った時にタクシー乗ったりなんかして、お客さんどちらかなって言うと東京とかって言っちゃうんですよ。胸を張って埼玉ってなかなか皆さん言わないじゃないですか。本当ですか、鈴木さん。スペシャルに乗って行って分かるような気がします。忘れないと思う。あの、僕昔千葉県に住んでましたけど、どこ行っても東京から来ましたって言ってましたけどね。やっぱりね、自分の町に誇りを持たないといけないですよね。埼玉といえばね、ひとみさんの大好きなサッカーチームもありますよね。そうですね、浦和レッズのサポーターをやってて、はい、最近ちょっと行けづらいんですけどね。なんかシーズンチケットなくしちゃったって話しっかり探してくださいね。まあ、サッカーといえば来週大きなイベントがありますが。あ、そうですね、うん、ワールドカップ。ワールドカップ、はい、自信なさそうに。ワールドカップしかないでしょ、大きな大会といえば。ちょっと心配になりましたね。浦和レッズ所属の酒井選手とかも出場しますけども、日本は大変厳しい組に入ってますね。スペインとドイツ、いかがでしょうか、見通しは。そうですね、優勝すると思います。ないな、日本、はい、根拠あるんですか。根拠ないですよ。願望ですよね。願望です。でも頑張ってほしいですよね。頑張ってほしいですよね、はい。じゃあここで皆さんに、ひとみちゃんがサッカー大好き少女なので、はい、サッカーワールドカップ、一条さんの組み分け、一緒の組になりましたドイツ、はい、ドイツ、ドイツにちなんだ謎々をお出ししたいと思います。これは江永ひとみ史上最高に難しいです。よく考えてください。どうしよう、どうしよう。台本どこに置いちゃうの。ガキは持ってきてくれ。台本どこだ、これか。そう、台本ね、いつもこうそう、書いてるんですけど、台本持ってくるのはドイツじゃん。わー、すごい、すごい、すごい。はい、お待たせしました、台本でございます。美少女と言われてる方ですね。いえいえ、そんなの美少女ないない。仲がいい二人ですもんね。仲いいんですよね、愛し合って。明日に行いますからね。明日ですか。
問題が出ても発見しましたか。はい、はい、それでは、テイク2、はい、どうぞ。問題です。なぞなぞ、なぞなぞ、ドイツに置いておくと、うん、一番、うん、楽が思っちゃうんですか。自分で書いたじゃないですか。これは社長が書いたの。おもちゃ、新幹線で書いたんですよね。はい、そうなんです。揺れてね、揺れてたんです。なんときね、ドイツに置いておくと一番楽なおもちゃは何でしょうか。はい、ドイツに置いておくと一番楽なおもちゃ、はい、何でしょうかという問題でございます。今日は会場にもおもちゃ屋さんもいらっしゃいますね。あ、おもちゃ屋さん、おもちゃ屋さんどこ行っちゃったかな。おもちゃ屋さんいらっしゃいますね。さあ、どうした方いらっしゃいますでしょうか。ヒントはかなり難問です。漢字で書くと分かるかなと思います。ドイツですよ、ドイツ、ドイツ、ドイツを漢字で書くと。ああ、はい、どうしよう。じゃあどちらか好みのタイプを、はい、あ、好みだった。スギちゃん、はい、コマという答えでした。当たりです。当たり、なんでコマなの。独立 あのドイツの独、独って書きますよね、漢字で書くと。楽、楽する楽ですね、はい、これでコマと読むぞ。ドイツの独に楽、楽しいという人からコマ、これがコマというおもちゃの漢字、すごいね、はい、コマ知らなかったよ。じゃあ今のね、問題を正解したスギちゃんさんにはこちらのラブラブ埼玉の CD を差し上げたいと思います、はい、こちらの CD 今日カウンターでね、はい、物販で販売しております。これ1枚1100円なんですけど、はい、今日は特別に1000円で、できれば買っていただきたい。そうですね、そうじゃなければそっと持って帰ってください。はい、どうぞ。はい、差し上げたいと思います。では来週から始まりますサッカーワールドカップ日本代表がね、はい、活躍できることを願いまして、はい、サッカー応援ソング、はい、はい、オフサイド帰り、これ使えますか。あ、もう大丈夫ですね。持って帰っていいですか。いいですね、はい、大丈夫です。私座る時は呼んでください。はい、わかりました。で、では、お願いします。はい、どうぞ。はい、聞いてください。
頑張ってほしいです、はい、水分持ってきましたか。水分持ってきました、はい、今踊りましたからね。だいぶ喉が渇きました。はい、今日は可愛らしいなんかペットボトルケース、はい、和江さんにいただきます。猫がついてますね。はい、じゃあお決まりでございます。飲んでる姿持っていましたら逆でお願いします。はい、はい、行きます。飲んでる姿も美学。ひとみちゃんが足を上げています。静止は2秒。今日は調子いいです。微妙に小刻みに揺れてますけども大丈夫ですね。大丈夫です。はい、毎朝ラジオ体操第2をしてますからね。ラジオ体操第2ってね、結構いいんですよ。なんか大距離ハードなんですよね。そう、ハードなんです、はい、朝何時くらいでやってるんですか。4時。今日早い。今日なんか眠れなくてですね、はい、寝たのが1時くらいで、起きたの4時くらい。3時間しかない。だからもう、はい、興奮しまして、興奮して、はい、今日のライブで、ライブで、はい、じゃあ今晩ゆっくり寝てください。はい、じゃあひとみちゃんのね、ライブは世界中に配信されております。はい、北はカムチャンカから、南はパラグアイまで、世界144カ国、はい、約5名の方が大変人気がある。おかしいよね。不思議ですね。国の数の方が多いという。そうですね、はい。なので視聴者プレゼントがございます。今日のプレゼントの方はこちらでございます。はい、こちらはですね、3週間で英語を話せる魔法の英文法。はい、これパート1からパート5まであるんですけど、重かったので、ね、今日は1冊だけ持ってきました。すいません、これを5冊セットでプレゼントしたいと思います。はい、今日は埼玉県民の日記念ということで、すごい、埼玉県のほぼ人口ぐらいにプレゼントしますから。そうですね。なんでしょう。はい。じゃあですね、はい、倉庫にもあとわずかですね。はい、倉庫、そうですね、あとわずか。はい、私たまに倉庫整理の担当なので、納戸の方を整理するというね、はい、そうな、貴重な、貴重な、貴重なお役割。偉そうじゃなきゃいけないというね。そうなんです。はい、で、倉庫に足りないので、増刷しまして、増刷して、はい、8000名の方に。はい、これはパート1からパート5まで揃えて8000名ということは、はい、8,5,4,4冊、はい、プレゼントしたいと思います。じゃあ、欲しいという方はどういうふうにすればいいですか。はい、東京都新宿区山吹町361、はい、東京03-3268-2311まで、はい、完成はがきで、はい、応募ください。女カメラマンの気になよかったら入れてくれると思います。完成はがきに、はい、カズノリ愛してるって書いてありますもんね。あの、僕は抽選に立ち会わないので、はい、あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、はい、あっちゃん愛してるって話しました。はい、じゃあ会場の中でね、はい、じゃあこの英語興味ある方いらっしゃいますか。英語好きな方、あ、じゃああちらのイケメンのお兄さん、イケメンのお兄さん、はい、どうぞ。よかったら見てください。さあ、楽しんでまいりました。エラの人に歌謡ショーでございます。はい、次が最後です。やったそんなことはないない承知ないないでもここにはいないないね、おまじないです。初めての方はびっくりすると思いますけど、会議はありませんか。そうですね、はい、呪文、呪文とかあるんですね。知らせになるような言葉。私は考えた。そう、修理が考えたんですね。そう、あのね、流行語大賞を取ったんですよね。IS21 の流行語大賞ですね。これが今も脈々と伝わってるっていうのはすごいですよね。はい、これ10年くらい前の流行語ですから。では一人に最後の曲は何でしょう。はい、はい、あの斬新。斬新。斬新。いいですね。はい、深い歌詞の意味がございますので、はい、はい、読み取ってください。はい、では聴いてください。はい、斬新。斬新聴いてください。斬新、斬新、斬新、斬新。
飲んでる姿もリアル。静止は2秒。これ必ず立つ足って決まってるんですか？ちょっと逆でやってみて。お、いたいた。これ珍しいですね。はい、戻ってきた。レベンさん、どうもありがとうございました。埼玉県民の日高野祭ということで11月15日今日は何かイベントありましたね。はい、ミリオンキッズ、はい、はい、うて新曲、はい、はい、10枚目の新曲が、はい、ありました。どうか帰るまでにダウンロードしていただきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。できれば iTunes で、あ、そうですね、はい、そうするとランクインで入るんですけどね。はい、さっきからずっと調べてるんですが、まだランクインしないんですずっとね、中尾社長の携帯見てますもんね、はい、もう日付が変わったぐらいからずっといろいろ営業を。今ちなみに何位でしょうか？今ね、まだ全然50位にも入ってないこれからかなちなみに、あの9作目のね、はい、ハイスクールヤバい留年という、はい、なんと1位です。そうなんですね、このギャップが大きいですね。そうですね、ジェットコースターのようなミリオンキス、はい、次はまた上がるかもしれないですね。そうですね、頑張っていきます。ウテもいい歌なので。そうですね、はい、そうです、はい、ウテをじゃあウテをここでそうですね、アンコールでね、はい、じゃあ宮城県の近所、岩手県が生んだ、はい、スーパーガールを呼びたいと思います。はい、キャイデちゃんの立ち位置はこれでいいんですか？そうなんです、はい、ね、じゃあ、ね、新曲の聴いていいなと思いましたら、はい、ぜひダウンロードしてください。ダウンロードお願いします。2人のね、はい、漫談と、じゃあ1曲お願いします。では私はこれで失礼しちゃって、ではお願いします。はい、はい、じゃん、はい、じゃん、だ今日みんないい人たちだことな、優しいイケメンの人たちばかりで、ほんかっこいいでございます、ね、Give up your shit, fire!
罪でございます。